イリス、これからいくつか質問する。正直に答えてくれ。ただし自分にとって不利になるような発言はしなくてもいい。黙秘権ってやつですか？まるで犯人扱いですね。そういうわけじゃない。ただ手がかりが欲しいだけなんだ。協力してくれると助かる。昨夜の7時から9時ぐらいにかけてお前は何をしていた？ずっと家にいました。本当か？はい。アイボ、サーモグラフ。イリスの体温について、目立った上昇は見られない。嘘はついてないってことか。いや、そうとは限らない。世の中には息を吐くように嘘をつくやつもいるからな。肝っ玉が座っていれば体温は変わらないと。うん。沖浦の死亡推定時刻は昨日の午後8時頃。イリスの話が確かなら犯行は不可能ということになるが。いや、それも違うぞ、伊達。仮にイリスが自宅にいたとしても、そこで沖浦を殺害したという可能性は否定できない。まさか。もう一度聞く。お前は昨日の午後8時頃家にいたんだな。はい。母親に聞いてもいいか？いいですけど、聞いても意味がないと思います。なぜ？ママはその時家にいなかったので。帰ってきたのは今朝早くのことで。今朝？ええ。それまで一体何を？さあ、わかりません。わからないって。そういえばイリスの母親サガン瞳は沖浦ともつながりがあったんだったな。ああ、瞳は昨日こう言っていた。沖浦君は高校の時の同級生で、かれこれ20年以上の付き合いになります。英徳学園っていう高校なんですけど。まあ、だからといって今回の件と結びつけるのは短絡的に過ぎるが。しかし気にはなるな。瞳は一晩中何を？太田はこう言っていた。昨日の夕方6時15分頃、散歩家が入っているビルのエントランスからお前と沖浦が一緒に出てきたって。本当か？はい。沖浦さんからすぐに散歩家に来てほしいって電話が。何時頃だ？確か5時ぐらいじゃなかったかな。それで支度をして散歩家に着いたのは多分1時間後ぐらいだったと思います。だって通話履歴を確認してみた。午後4時58分、確かに沖浦の携帯からイリス宛に電話がかけられた記録がある。散歩家で沖浦と何を？あることを頼まれました。あることって？今夜この店を貸し切りにしてパーティーをするから司会をしてほしいって。大物の人たちがたくさん集まる大事なパーティーだって言ってました。だけど司会を頼んでた女の子が急病で来られなくなっちゃったみたいで。でも私断ったんです。どうして？だって私ただのネットアイドルですよ。司会なんてやったことないですし、偉い人たちが集まるならなおさら。司会を断って、それからどうしたんだ？沖浦さんと一緒にお店を出ました。時間は6時15分頃。
その時に王丹に見られたんだと思います。その後は沖浦さんに車で家まで送ってもらいました。着いたのは7時頃。それからはずっと家にいました。アイロ、どう思う？今のところ特に矛盾はない。だがむしろ理路整然としすぎているような気もする。お前たち人間の記憶は曖昧だ。普通は正確な時刻までは覚えていないものだろう。確かにそうだな。沖浦が殺されたと知ったのはいつだ？今朝のニュースで知りました。お前は昨日沖浦と会っていた。警察に情報提供しようとは思わなかったのか？すみません。こういうのって普通自分から言うものなんですか？それに今日は午前中からウェブラジオの収録が入ってて、警察に行ったら間に合わなくなっちゃうでしょ。そしたらスタッフさんとかに迷惑かけちゃうことになるし、それで。前に散歩家でバイトしてたそうだな。はい。期間は？1年とちょっとです。それだけ働いてたら店内の設備にも詳しくなるよな。まあある程度は。監視カメラについてはどうだ？映像データがどこに保存されてるのか知ってたんじゃないか？何が言いたいんですか？やっぱり私疑われちゃってるんでしょうか？別にそういうわけじゃ。いいんです。昨日私が沖浦さんと会ったことは事実ですし、でもこんなこと言うのもなんですけど、私には不可能だと思います。どうして？だって私女性ですよ。沖浦さんはああ見えて意外とがっしりとした体格をしてましたし。まあ確かに一理あるわね。刺殺や毒殺、射殺ならともかくとして、こんな普通の女の子が一人の男性を絞め殺すなんて。いや、必ずしも不可能とは言い切れない。なぜなら、沖浦の体内からは鎮静剤の成分が大量に検出された。沖浦は死亡する直前まで昏睡に近い状態にあったものと思われる。ならば女性でも考察は可能だったと。待ってください。仮に殺すことができたとしても、それ以外のことは無理でしょ。それ以外とは？例えば沖浦さんの体を吊るしたりとか。どうして知ってる？そりゃ知ってますよ。ニュースで大々的に報道されてますし。確かにそうね。沖浦の体重は72キロ。この子が全体重をかけても引っ張り上げるのは無理なんじゃないかしら。まあそうだな。自分の腕力だけで持ち上げるのは至難の業だろう。だがちょっとした工夫をすれば、あの状況を作り出すのは可能だ。工夫って？
沖浦の死亡推定時刻は昨日土曜日の午後8時頃。頸部には索条痕が残されており、顔面には鬱血が、また結膜、口腔粘膜等には多数の一血点が見られた。犯行に用いられた凶器はねじられた布製のもの。犯人はこれを沖浦の頸部に巻きつけ、背後から左右に締め上げることで沖浦を窒息させたものと思われる。具体的な死因は頸部の血管閉鎖による脳循環不全。簡単に言うと、犯人は沖浦を後ろから布製の何かで締め殺したってことだ。司法解剖の結果、沖浦は死亡時に筋肉の弛緩によって腸の内容物を排泄していることが分かった。だが死体や店内にはそれらの痕跡が一切見当たらず、このことから沖浦はどこか別の場所で殺害された可能性が高いと考えられる。沖浦の死体はメイドカフェサンフィッシュポケットの店内にて、ワイヤーによって天井の梁から吊るされた状態で発見された。場所はカウンターのすぐ近く。ワイヤーには金属製のフックがついていて、一方は沖浦の上あごに突き刺さり、もう一方は床に置かれた生ビールの樽にかかっていた。樽の容量を20リットル、3つともビールが充填された状態で、重量は1つにつきおよそ25キロだった。散歩機はビルの2階にある。エレベーターの運転記録によると、昨日の午後6時半から死体が発見されるまでの間にエレベーターが2階に止まったのは一度だけしかない。午後8時55分。その時乗っていたものの総重量は140キロだ。散歩家の店内にはドラム缶があった。蓋が開くタイプのオープンドラムで、1本の容量は200リットル。空の状態での重さは20キロだ。手順はこうだ。まず沖浦の死体をカウンターの近くに横たえる。次に梁の上部にワイヤーをくぐらせ、フックを死体の上顎に突き刺す。続けてカウンターの上に3つのビール樽を乗せ。女の子が？確かに大変な作業ではあっただろう。樽の重量は1つにつき25キロもあったからな。だが女性でも頑張れば。まあ不可能ってわけでもないか。で、自分自身もカウンターの上へ。3つのビール樽に針から垂れ下がったワイヤーのフックをかける。そこでそれらを蹴落としたらどうなるか。樽は3つで75キロ、沖浦の体重は72キロ。なるほど。そうすれば確かに沖浦の体を引っ張り上げることが。じゃあついでにもう一ついい？ん？現場や死体の状況から沖浦がどこか別の場所で殺されたのは間違いないと思うんだけど、もしも彼女が犯人ならどうやって死体を散歩家まで。私は。分かってる。あなたには無理よね。72キロの物体をあの店まで運ぶなんて。残念ながらそれができちまうんだよ。どうやって？これがなんだかわかるか？沖浦の愛用の腕時計だ。散歩家にあったドラム缶の中から発見された。ちょっと伊達くん、そういう大事なことはちゃんと報告してくれないと。だからなんだって言うんですか？
たとえ72キロの物体でもドラム缶の中に入れちまえば運搬するのはたやすい。横に倒してゴロゴロと転がせばいいわけだから。つまり沖浦の死体はドラム缶に入れて運ばれてきたってわけね。その時に何かの拍子で腕時計が外れた。だけど犯人はそのことには気づかずに。まだ断言はしてない。ただそうすりゃイリスでも運ぶことができただろうって話で。私はそんなこと。第一、目撃者はいるんですか？街中でゴロゴロとドラム缶を転がしてる人がいたら、いろんな人に見られてるはずです。ビルの入り口まで車で運んでくればいい。私、免許なんて持ってません。免許なんかなくても車は運転できる。競技 AI だってできるくらいだ。バカにしてるのか。突然入ってくるな。お前が私を愚弄したからだ。いいから黙っててくれ。あの、誰と話してるんですか？ところでイリス、確かお前の体重は48キロだったな。いきなり何ですか？もう少し太るか痩せるかした方がいい。余計なお世話ですよ。イリス、お前のためを思って言ってるんだ。もしも死体の運搬にあのドラム缶が使われたとするなら、犯人の体重は48キロである可能性が高い。なんでそんなこと。イリス、散歩家はビルの何階にある？2階です。そうだな。そこでエレベーターの運転記録を調べてみた。昨日の午後6時半から死体が発見されるまでの間、エレベーターが2階に止まったのは1度だけしかない。午後8時55分。その時乗っていたものの総重量は140キロだと分かった。沖浦の体重は72キロ、ドラム缶の重さは20キロ、合わせて92。これを140から引くとどうなる？あらあら、これは困ったことになったわね。そんな、なんで。もちろん、だからといってお前が犯人ということにはならない。世の中には48キロの人間なんて大勢いるし、誰かが48キロの物体をエレベーターに乗せ、自分は階段で2階まで上がったのかもしれん。偽装工作のためにな。だが、だて、止まれ。イリスの様子が変だ。待て、振り向くな。どうして？いいからそのまま壁の方を見てるんだ。この部屋には3台のカメラがある。天井の隅に設置された2台の監視カメラと、三脚で固定された記録用のカメラだ。それぞれの映像をハックしてみた。とにかく見てくれ。こいつなんかもぞもぞと動いて、もしかして机の下で何かしてるのか。ああ、そう見えるだろう。だが問い詰める前に確証をつかむんだ。机の下で何をしてるのか、その確証を。振り向かずにか。そうだ。どうやって。
つ。一体どういうつもりだ。あのことって何なんだ。おい、答えるんだ、イリス。伊達君、彼女は間違いなく何かを隠してるわ。シンクして。イリスは現在レム睡眠中。例の薬がバッチリ効いているようです。どう伊達くん、行けそう？問題ない、始めてくれ。制限時間は6分です。だからそれまでに。分かってる。それじゃあ行きますよ。ここは一体。随分と寂れた場所だが、イリスと何の関係が。さあな。だが関係があるから、こうしてソムニウム世界として現れているんだ。イリスのやつ、何を隠してるんだ。ソムニウムスキャン開始。Thank you.